ご視聴ありがとうございます、今回の動画のテーマがですね、こちら、とにかく安くフィギュアを集めようという内容になります。まあ、知ってる方も多いと思いますので、あまりフィギュアを買わない方ですとか集め始めの方向けになるかと思います。まあ、よかったら見ていてください。で、皆様フィギュアはどこで予約しますでしょうか。といっても、まあ最近は公式サイト限定だったりとか、予約の選択肢が少ないケースも増えてきましたが、今回はですね、一般販売、まあいろんなお店で取り扱いがあるっていう商品に限ります。はい、ではですね、予約のお話なんですが、今回はですね、これ寿屋さんの煉獄さんを予約してみようと思います。はい、ではですね、まあ、どこで予約をするかなんですが、皆様はどんなお店さんを使ってますでしょうか。まあ、公式ストア、Amazon、アミヤミ、アニメイト、駿河屋、あとはヤフーショッピングとか楽天、電気屋さんなんかもあると思います。まあでもやっぱり簡単に比較するなら割引価格ですよね。で、Amazon に関しては変動してしまうので今回ちょっと省くんですが、他の店ちょっと見ていきましょう。まずはアミヤミさん、これを見るとですね、 16% オフ 12,680円とありますね。ではお次はですね、アニメイトさん。アニメイトさんはですね、15,100円ってなってるんですよね。まあ定価なので割引ないんですかね。まあでもポイントの還元が686とあるので、こういうのはちょっと高めなんですかね。はい、でお次がですね、駿河屋さんなんですが、12,835円だそうです。まあアミヤミさんよりちょっとだけ高いですかね。まあでも送料とかもあるので、駿河屋さん送料無料とかもあったりするので、あと地域によって送料とかも違ったりする可能性もありますので、商品の金額プラス送料手数料までしっかり見ていかないとになります。まあ、こんな感じでとりあえず割引が高いお店を選ぶっていうので、まあ、いいと思います。で、あとはですね、ご自身のポイント絡みみたいなのがあると思うので、例えば家電屋さんのポイントがめっちゃ溜まってて使いたいとか、あと今決済方法ってのもいろいろあると思いますが、何々払いでポイント何倍みたいな、まあ、あと日にちが指定、楽天スーパーセールでポイントが何倍とかで、フィギュアって幸い基本的には受注生産なので、1ヶ月前後くらいはだいたい予約受付してくれると思うので、まあ、そういった日にちとかを待つとかもいいかもしれないですね。まあでも本当お得にポイントを貯める手段っていうのは本当たくさん種類があると思うので、割引とポイントを絡めるとかで、とにかく何が一番安いのかっていうのを見つけ出して買うっていうのがいいと思います。で、私はですね、今回なんですが、ヤフーのアミヤミさんで予約してみようと思ってます。で、ヤフーショッピングで煉獄さん検索してみると、まあ、あのデジタミンさんとか安いですよね。12,580円で、アミヤミさんの場合は13,137円ということで、あの本店より少し高い仕様になってます。なんか大人の事情ありそうですよね。で、ポイントなんですが、アミヤミさんって本店でもポイントは貯まるんですが、多分 1% とかだと思うので127ポイントしかつかないんですが、まあ、こんな感じでヤフーだと、例えばこんな方法で何パーセント入りますよとか、結構ポイントも貯まるんですよね。で、あとですね、私の場合今日に限ってこのですね 8% オフクーポンっていうのを取得できる日なんですよ。ということで、まあ、これを取得しまして、実際に買い物カゴを入れて計算してみるとですね、はい、ちょっといろいろ隠しつつなんですが、割引後の価格が 12,587円になりまして、そしてポイントが合計で769ポイント入る予定です。
まあポイントなんかがそのまま後々使えるっていうのを考えると差し引きで合計 11,818円っていうことになるんですよね。でまあ定価が 15,100円が、まあ、実質 12,000円くらいで買えるっていうことで、うん、定価よりも 3,000円くらい安く買えるっていうことになるんですよね。まあそんな感じでこういった一般販売の商品っていうのはいろんなお店で予約を受け付けしてくれてるので自分に一番合ったお店さんを見つけて予約をするっていうのがいいと思います。ぜひいいお店を見つけてみてください。はい、それとですねもう一点、本日予約開始のこちらなんですけどフィギュアーズゼロ、猪之助と炭治郎とネスコですね、3種類が今日予約開始になるんですけど、うん、これもいいですよね。で私もフィギュアーズゼロはこれまで何回か開封動画出してきましたが、うん、今回も予約をしようと思ってます。でそこで注意なんですけど、まあ、これも知っている方、うん、ほとんどだと思いますが、うん、今回あまり買わない方向けの動画なので説明させていただくんですが、バンダイスピリッツさんの商品って受注じゃないんですよね。お店さんごとに数が決まってるんですよ。まあ多分ですけどね、まあ、ということでもたもたしてると売り切れになっちゃうんですよね。まあでもフィギュアーズゼロのシリーズって鬼滅を除けばすんごいセールになることもよくあるんですよ。半額とかザラにやります。まあなんですけど鬼滅に限ってはほとんどないんですよね今のところですけど。しかもですねフィギュアーズゼロのシリーズって割引率がすごい高くて、例えばですねアミアミさん、まあ、最近の傾向だとだいたいいつも 28% オフなんですよ。かなり安くなりますよね。まあ、ということで予約をしておけば、まあ、だいたい3割引き近くで確実に購入できるんですよ。まあ、発売してから半額くらいになることもありますが予約の時点で3割引きくらいが保証されているっていうのは、うん、すごいと思うんですよね。で例えば義勇さんなんか今プレネでもう 14,000円くらいしてるみたいなんですよね。でこれ定価が 8,250円ですぐに予約しておけば 6,000円ちょっとで予約できたんですよ。うん、6,000円が 14,000円ってかなりの差ですよね。まあでもですね人気商品になっていくとバンダイ製品って割引がなくなっちゃってさらには個数制限が1とかになっていくので、まあ、今後どうなっていくかはわからないんですけど現状だと、うん、このフィギュアーズゼロっていうシリーズはさっさと予約をすることで 30% オフくらいで買えるっていうことができるので、まあ、それを覚えておいてなるべく一定の数に達して売り切れてしまうっていう前に予約をしておくのが、うん、おすすめですかね。そして最初の義勇さんでも言った通り自分に一番合った安く買えるお店で予約をするっていうのをおすすめします。うん、私もですね売り切れないうちに早めに予約しようと思ってます。特にですね鬼滅は現状発売前に予約が終了になってしまうっていうケース多いのでやっぱり予約はしておいた方がいいのかなと個人的には思いますね。まあただバンダイ製品って取り扱うお店さんもすごい多くて店頭にもしっかり並ぶので在庫が潤沢そうなんですよね。最近に発売になった煉獄さんも予約だとほぼ締め切ってましたが発売済みになるといろんなところから在庫が湧き始めるみたいで今アマゾンとかでも 20% オフくらいで買えるみたいなんですよね。うん、そしてそこから売れなくてどん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 安くなって半額前後になるっていうのが、うん、フィギュアーズゼロのよくあるパターンなんですけど、まあ鬼滅に関しては今までそんなことにはなってないので、うん、まあ旬が過ぎてどうなるかわからないんですが、
まあでもですね、やっぱり3割引き予約ができるっていうのは、魅力的だと思いますし、欲しいなとか気になるなっていう場合はやっぱり早めの予約っていうのをお勧めしますかね。そんな感じです。まあ、というわけで気になるフィギュアありましたら、とにかく安く買いましょう。そしてバンダイさんだった場合は早めに予約しましょうっていう動画でした。はい、長くなってきましたのでそろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらですね、ぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、こんな感じでですね、フィギュアの開封とか展示以外にもですね、ちょっとした小ネタなんかも今後も続けていけたらなと思いますので、よかったらまた見に来てください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。